歩き疲れて休憩中。ライオン、それ何？アイスクリーム。いちご入りのアイスでした。疲れたの吹っ飛んじゃうでしょ。ライアンズワールド、僕と一緒に遊ぼう。朝の4時、早く目が覚めちゃったんで、ライアンと2人だけで日本の街を探検します。どこに行くかは決めてないけど、散歩だよ。早朝だから誰もいないね。これは神田川かな。違うかも。水が汚いね。そんなことないよ。汚い？見て、電車の駅だ。え、これが駅なの？そうだよ。始発前だから電車は来ないけど。電車来ないの？まだ来ないよ。電車が来るとそこの棒が降りてきて道が通れなくなる。ライアンはこういうのを見るの初めて？ない。踏切って言うんだよ。早起きすると爽やかな気分になるよね。ライアンもね、爽やかな顔だ。ホテルにいるよりはずっといいと思う。さすがに朝の4時だと空いてる店はないね。空いてるのはコンビニくらいかな。コンビニは24時間営業だから。パパはコンビニ大好きだよね。愛してるよ。本当に誰もいないね。ライアン、どうしようか。セブンイレブン。他空いてないもんな。お腹空いちゃった。実はパパも腹ペコ。起きてから1時間くらい経ってる。パパは3時間前に起きちゃった。時差ボケでリズムが狂ってるんだ。ママはまだ寝ているよね。ママは時差ボケしないんだってさ。でも早起きは気持ちいいよね。後で眠くならなければいいんだけどな。旅行中はいろんなところに行くよ。どこ？まだ内緒。でもすごい数だよ。泊まるのは10日間でしょ。昨日が初日だね。あと9日になっちゃった。お待たせいたしました。こちらに置きますね。ありがとうございます。ホテルで日本の朝ごはんだよ。これぞ日本の朝食って感じだね。これね、ご飯と味噌汁に卵、あと焼き魚。まさに定番だね。これが重要アイテムの生卵。見てて。生なんでしょ。まず小皿に割って、次に醤油を加える。次は？もうすぐ完成。ご飯と生卵とお醤油。あ、僕はご飯と魚でいいや。お魚美味しいもんね。パパは準備完了。うわ。ライアンの顔見て。どうした？ダメ。こうでしょ。おお、穴開けるの忘れてた。なんで？溢れないように。うわあ、美味しそう。最高。今日で日本2日目だね。イエーイ、朝は初めて。着いたのは午後だったもんね。朝じゃなかった。そうね、長旅で疲れちゃったから昨日はどこにも行けなかった。ホテルに来ただけね。ママはぐっすり眠っちゃった。これがホテル自慢の露天風呂よ。昨日ちょっと試したんだよね。ガスがそこに座ってた。そうね、ガスはお湯が出るところを椅子代わりに座っていたわね。魚混ぜご飯どう？美味しいだろ。ええ。ところでデザートはまだ？ごちそうさま。全部食べちゃった。僕も完食。何も残ってないね。ダイアンは？もう無理。そっか。今日はどこに行くの？食べたらまず浅草に行ってフードサンプルを作るんだ。なんだかわかる？フードサンプル？試食用か何か？日本ではレストランの
店先に料理の模型が置いてある。サンプルね。客はそれを見て何を注文するか決めるんだ。今から出かけるね。電車でゴー。さっき見た駅から電車に乗るんだ。あ、踏切が鳴ってる。あ、電車が出ちゃうよ。間に合わなかったね。すぐ次の電車が来るから大丈夫。そうなの？日本は自販機が多いわね。だね。どんな自販機でもあるよ。早く電車に乗ろうよ。早く。これが駅？西武新宿線下落合。下落合ステーション。そうだね。そこに書いてある。切符を入れて。ここに入れるの？取れるよ。あ、ライアン切符。お、忘れたら降りられなくなっちゃう。なくしたら大変。そうよ。ママに渡す。いいよ。パパはできるかな。慣れてるんだ。電車が来るよ。うん。ドアが開いても降りる人が先だからね。でもこの駅ではほとんどの人が降りないよ。みんな次のババか終点の新宿まで降りないね。降りないの？パパの手を離しちゃダメよ。そろそろかな。レッツゴー。レッツゴー。意外と空いてるのね。立ってる人が誰もいないね。線路がいっぱいね。お、ライアン、あれが山手線だよ。うわ、見えなくなっちゃった。すごい迫力。ここを通れば隣の車両に行けるけど挑戦する？無理だよ、絶対歩けない。揺れるもんね。ここが終点です。ママ急いで。ここが新宿なんだ。日本一大きな駅だって聞いてたんだけどな。切符を入れて。出られるよ。はぐれたらどうしよう。おっと。気をつけてね。ママは一人じゃ帰れない。そんなことないよ。だって日本語わからないでしょ。まあね。外に出ました。新宿の街です。電車に大きなビル。賑やかね。すごいね。ライアンはニューヨーク。ニューヨークに似てる。日本のタイムズスクエアか。これから地下鉄に乗り換えます。ニューヨークの地下鉄です。都営大江戸線だよ。ねえ、どこまで潜るの？ここで新しい切符を買います。また買うの？今度は地下鉄の切符ね。ライアン、まとめ買いのボタンがあるよ。大人2人、大人3人、大人と子供、いろいろあるね。子供だけのもあった。大人2人と子供が1人のを買えばいいんでしょ？そう、これね。真ん中の子供は誰？僕。ほら、切符。忘れてた。電車だ、電車が来た。いい？降りる人が先よ。混んでないよ。座れるね。外は真っ暗。長いトンネルみたい。壁しか見えないよ。やあ、ライオン。やあ、タイタン。地下鉄は初めて？うん、僕も初めてなんだよ。駅に着いたね。疲れた。でももうすぐ浅草に着くから、あとちょっとだけ我慢してね。甘いな。なんてね。次の駅で降りるよ。ママも疲れちゃった。次で終わり。今度は上に上がります。光が見えた。やっと外よ。ここから歩くのね。ホテルを出てからもう1時間くらい経ってるね。その1時間の間に慣れない電車や地下鉄を乗り継いで、今もこうして歩いています。時差ボケの影響かもしれないけど、ダイアンはかなり疲れています。目の前に東京スカイツリーが見えてきました。あれ、スカイツリーよね。
日本で一番高いんだよ。降りる。変なのがいる。なんだろう。猿？違うよ、カッパ。カッパ？ダイヤに似てるね。似てないよ。歩き疲れて休憩中。ライオン、それ何？アイスクリーム。いちご入りのアイスでした。疲れたの吹っ飛んじゃうでしょ。冷たすぎ。わあ、ガシャポンがいっぱい。キーホルダーかな。ライアンはポケモンから離れませんね。お相撲さんにパン。お金入れなきゃ動かないわよ。ドラゴンボール。キュートなアヒルちゃん。パパ、小銭持ってない？あるよ。パパ、ポケモン。一回分なら足りるな。ライアン、よかったね。おっと、あれ、落とした。ハンドル回して。どんなモンスターボールが出てくるのかな。これ、これはフレンドボール。これね。そう、本物みたい。本物のフレンドボール。そうだよ、触って。柔らかいのね。でしょ。お昼です。何も言わないのに個室に通してくれました。食べよ。歩き続けて疲れちゃったもんね。アメリカではまず歩かないよね。大抵車。そう、どこでも車。日本は電車で移動が普通なんだ。そして駅からは徒歩で移動。階段もね。だから日本人はみんな痩せている。僕は例外。何を食べようかな。パパの料理はこれ。こんな感じです。海鮮丼だよ。ママも一緒。ライアンのはまだ来てません。全員揃ったね。いっぱい食べて元気出してね。すごく美味しそう。ランチタイムだよ。お刺身がいっぱいよ。ママの一番のお気に入りはこれ。なんだかわかる？ウニだね。ライオン、はい。食品サンプルのお店です。これ偽物よ。似合う？ええ、ライアンのは床につきそうね。材料を選んで。何にする？それはエビだね。これにする。もっと作れば？レンコンとか。いっぱい作っていいんだよ。もっと作ろう。じゃあこれも。さつまいもね。そうなの？パパは？ナスがいいな。かわいいナスね。それにしいたけ。大好き。おいしいよね。じゃあママは。これは何？かぼちゃだと思うよ。そうなんだ。一個だけ。これも選ぼうかな。形が面白いから。ピーマンだね。グリーンペッパー。ダイヤがドラムを叩いてる。できました。天ぷらはこの中です。僕のは？パパが持ってる。面白かったね。ここはフクロウカフェだよ。ライアン、本物のフクロウだよ。見たことある？初めて。このフクロウ寝てるよ。寝てるの？みたいだね。寝てるのね。顔が見えない。見えた。こんにちは。ここにも一羽いる。はい。小さいね。僕の名前はチョコです。僕の名前を呼ぶとたまに後ろを向くよって書いてある。まだ赤ちゃんね。チョコ、かわいい。チョコ、チョコ、もう帰らないと。ありがとう。バイバイ。バイバイ。さよなら。バイバイバイ。動かないよ。剥製じゃないわよね。笑いかわせみ。笑うの？笑って。鳴き声が似てるんだ。おお。もしかして笑われちゃった？そうかも。さよなら。
ホテルだよ。外はもう真っ暗。一日中歩き回って疲れちゃった。他にもパパの親戚の家とかにも行ったんだよね。今日はもう寝た方がいいよね。ビデオ見てくれてありがとう。バイ。今度も挨拶して。飛び蹴り食らった。ライアンズワールドについてもっと知りたい？ツイッターをフォローして最新情報をゲットしよう。あとライアンズワールド JP で検索。